フェール朝日川は極東証券が北海道朝日川市内で運営している大型複合施設。フィールはフィールとリアルを組み合わせた造語。2009年7月20日に閉店した丸井米朝日川店跡地はしばらく新たな買い手が見つからず、朝日川市もこのままでは市の活性化の障害になるとして新たな買い手を探していたが、2010年11月に 極東証券がこれを買収し、テナント誘致を進めてきた。その後、テナント誘致に目途がついたため2011年4月開業を目指すも東日本大震災の影響で2度の開業延期を経て2011年6月24日開業した。開業当初は地下1階地上5階部分58店舗のみの開業だが9月16日には 全館オープンし、輸入ブランドショップ、キャラクター雑貨店、旭川家具、フードコートなどが新たに入り、テナント数が約70店舗になった。開業日には、旭川出身のロックバンド安全地帯がミニライブを行った。地下1階は、薬局、食品売り場だが、地上階は、純駆動書店や、雑貨店、ファッション店など、約70店が混在している。 7階は街中市民プラザとして旭川市の施設が入っている。旭川市の施設モリモリパークは入場無料の乳幼児向け遊具施設フィール旭川開業注目の丸い毎後継施設復活へ58店舗確保。北海道新聞。 http://www.hokkaido-np.co.jp スラッシュニューススラッシュエコノミックスラッシュ3 0 1 3 3 7 h t m l 2 0 1 5年5月20日釣ら当初は9月25日までの3ヶ月限定ショップの予定だった多摩行動フィール旭川店移転のお知らせ多摩行動 2015年5月20日閲覧。月刊北海道経済2012年5月号。ありがとうございます。